さて、始めますか。おう、はい。俺も少し本気を出さないと。さあ来い。行くわよ。任せて。ここまでやるとはな。だが次はどうだ。さてこれからが本番だ。見せてやろうぜ。フーマシューケン、フーマシューケン、フーマシューケン。
成長したな。本当に鈴取られちゃうとはね。ナルトだって。よし。やっちまったぜ。行くぞ。
今のはヤバかったな。皆さん逃げ切れると思うな。ちょっと冷やがる。俺もいつか誰かに必要とされる存在になりたい。恐るべき兵器としてではなく、砂隠れの風影として。あれをガードしきるのはすごいな。あれをばらされるとはな。じゃあ仕方ない。久方ぶりだ、自分を使うのはな。地獄の始まりだ。百鬼の総炎、解くと見せてやる。
近づきはしねえぜ。覚悟はそんなものか。大切な人を守るため、負けられない。よし、少し遊んであげるわ。しやがれ、サスケくん。プロその程度、私のサスケくん以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。
の子。傷一つつけることはできない。
しゃべりはもう終わりだ。俺も舐められたものだ。修行の成果見せてやる。さあここで終わりだ。やってやる。そう、行くぜ。少々侮っていた。
Thank you.
剣。プラス。よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。俺の死に様か。再現してみろ。思い知るがいい。俺の憎しみをだ。
俺の最後の術になる。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノーだと。じゃあ。見せる。距離を取ったつもりか。
球。それで終わりか、サスケ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒す手は。諦めろ、お前の負けだ。黙れ。クソ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。お前は弱い。に
兄さん、まったく仕方のない奴だな。なんで兄さんが愚かなる弟こんなこと。恨め、憎め。新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ。また今度だ。兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。行くぞ、先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。無駄だ。かわしきれるか。逃げても無駄だ。やった。そろそろしまいにしよう。行け。やったの。おとなしくしろの。せい。おわりだの。よし、チャンスだ。避けられはしない。2体同時なら避けられはしない。やった。何をしようと言ったら。わねえの。やった。どうした。甘く見て逃げても無駄だ。逃げても無駄だ。少々甘く見て逃げても無駄だ。寄せの術。おい、ガマケンさん。おやる。時間を稼いでくれ。やるな。
はこの勝負わしの勝ちよ。ガバケンさんは戻れ。俺だ。いない。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、ギナイアちゃん。頭に姉さん、どうかお力添えを。では一枚やっつけ。一人三体がいたまとめてぶつけた。戦闘ゴエモン。現実があったとはな。ナガト、僕はただ二
人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよならだ。終わったの。さすがリンニガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。させたとでも言うのか。完全に死んだやつを三人も生き返らせる術やこうあるかいな。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち六人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔はヤヒか。なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺に弥彦の面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライアちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。ずいぶん昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ。リンネガンには本物と偽物があるとでも言うんか。いや、さっき戦った奴らの努力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした。偽物。改めて考えると、初めに見たあの男も長門であるという証拠はどこにもない。むしろわしの知る長門とは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あの長門が偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には、おい、どうした。いない。ジライアちゃん、何をこそこそと話をしている。今さら策でもあるというのか。
だがどんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにあるただの死、それだけだ。逃げてくだされ。ここからはわし一人でいい。おい、何を言っておる。ダメじゃ、ジライアちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人にはツナベの奴にペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃ、あいつに怒られ。ジライアちゃんが、なに、わしもすぐコロハに戻りますので。まさかジライアちゃん、さっきの攻撃で。そうか、そういうことか。しかしじゃな、小僧、お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。父ちゃん。ジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をコノハまで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。男の覚悟を簡単に曲げたらいけん。こそ、まさかお前。姉さんに折り入って頼みがありましての。わしがこの葉に戻ったら久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが、頼まれてくれますかな。小僧、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい。これで思い切り戦えるというもの。ジライアちゃん、では行ってください。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました、お二方。カエルを逃がした。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がるか。愚かしいな。お前はわしが始末する、そう言ったはずだ。視界がかすむ。腕に力が入らない。千人モードでチャクラを使い切り、奴の攻撃で体はガタガタ。まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っている限り、わしは
諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師。この状況になっても気迫は衰えない。だが結果は変わらない。あんたはここで終わりだ。結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。このいかんともしがたい絶望的な状況を。まだ戦える。往生際の悪い。もらった。何だ。全てもらった。痛いだけでも。どうなくはいない。くっ。愚かな。まだわからん。それでは俺はやる。くそ、立ってられん。いかん。目が よくここまで粘った。褒めてやる。だが、くそ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしはまっすぐ。自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。どんな時も諦めなかった。ならば師であるわしが、お前の師であるわしが諦めるわけにはいかんの。しぶとい。もう諦めろ。わしが諦めるの。諦めろ。蹴りつけてやる。来い。これで終わらせる。今だ。アッス。行くぞ。
しぶといやつだ。やるな。術は切れた。終わりだ。なんで？私は。ナルト君が。
ここまでとはな。九尾の力、素晴らしいものだな。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目火影。ああ。八本目の尾まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前なんで？うん、だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺って？さっきも言ったろ、俺の息子だって。当時俺の四代目が俺の父ちゃん。九尾をお前に封じてからいろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。ん？なんでだ。なんで俺に九尾を封じたんだってばよ。九尾が俺の中にあるおかげでいろいろ大変だったんだぞ。お前に九尾のチャクラを封じたのは、その力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの、勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でも、お前なら、俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それに、ジライア先生のことも知っている。あいつは、ペインは、むちゃくちゃ強えってばよ。今まであったどんな敵よりも。ああ。でも俺はあいつを許せねえ。エロ仙人も、里も、全部あいつが潰しやがった。だから、俺は。おそらく、あのペインも、かつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として、今の惨劇につながった。え？何もないところから、憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そして、それを失うことで、憎しみにとらわれる。じゃあ、あのペインも何かを失って、今のペインになっちまったってのか？それはわからない。ただ、理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも、憎しみと戦っている。ジライア先生は、この憎しみを終わらせる答えを、お前に託したんだ。でも、
だからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ四代目、教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい。答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すら分かんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし、それにお前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。本当に本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だが、これで最後だ。この葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。キュービーが消えた。一体何が。こいつすでにキュービを制することができるというのか。こっからが本番だ。絶対勝つ。
道はない。諦めろ。お前こそな、俺が諦めるの。諦めろ。